当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。嫌な風邪をひかずにベストコンディションにしましょうね。はい、責任を持って詰まった鼻を何とかしてガリガリ音のする喉を鎮める、簡単に自分でできる治療を試してください。はい、2つのホームレメディーをお話します。飲みましょう、十分な水分を取りましょう。それは鼻詰まり解消を助けてくれます。喉を潤わせ脱水症状にならないようにします。はい、大部分の人は8オンスを、つまり、ファーストフードの S サイズのコップですよね。はい、この分を10杯この水分を飲まなければなりません。はい、何を飲めばいいんですか？水、スポーツドリンク、ハーブティー、フルーツドリンク、ジンジャーエールを試してください。はい、お母さんのチキンスープもきっと助けになります。なるほどね。第2にスチームをしてください。スチームで呼吸をすると鼻詰まりをほぐすことができます。ボウルにお湯を入れて、その上に顔を持っていき、鼻を通してゆっくり呼吸しましょう。簡単ですね。簡単です。でも気をつけてくださいね。鼻の頭をつけて火傷しないようにしてください。熱いですよね。熱いです。気をつけてください。寝室の加湿器で少し楽になりますよ。はい、またドアを閉めて熱いシャワーから少し湿気を取りましょう。はい、大口先生ありがとうございました。どうかしまして。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。新しいオーラルジェルができました、はい、これはどういったものですか？はい、これはですね、前回の大口博士が勧めるオーラルジェルの最新版です。はい、いつ発売されるんですか？7月1日から、改良されて発売されます。今回のハーブオーラルジェルは、前回の大内博士が勧める、オーラルジェルよりもマスティック樹脂が増量されました。はい、そのため抗菌作用や、殺菌作用、それに加えて、ピロリ菌が口の中にいるということが最近分かってきましたけども、はい、ピロリ菌に対する、効果もこれにはあります。はい、でこのハーブオーラルジェルは、医薬部外品といって、はい、効能があるということが証明されています。はい、ですから、はい、市販されています。はい、お気軽に手に入れることができるわけですね。ありがたいですね。そうです。お問い合わせはこちらからどうぞ。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。